じゃあちょっとコーヒー入れてくるわ。その間自分のゴールシーン見といて。自分のゴールシーン見といて。どういうことですか、マジな感じで。お腹減ってるだろ、はい。いや、何この食いかけみたいな。いや、食ってない。さすが、サイコパス。サイコパス対サイコパスっていう題名の方がいいっすよ。あれ、絶対。ツー君もサイコパスって言われてるから。誰に言われてんの？あ、長い髪の毛ある。よく見つけたな。言う。ぜ一番使うか。使わなくていいっしょ。でも編集点、本当編集できないぐらいのタイミングで俺もう一回入れますけど。はい。本当ここ、あ、今のとこ絶対使うなみたいな時に、え、長い髪の毛あるって急に言いますわ。じゃあもう使うわ。その辺サイコパス。俺でもこの間キヨくんの YouTube、うん、キヨくんとケンタくんのやつ見てて思ったんすけど、なんか逆に結構ケンタくん、キヨくんのあの引き出してたじゃないですか、質問的ないろいろ聞いて。逆に俺引き出そうかなと思ってんすけど、ちょっと今回、はい、で俺質問ちょっとそのキヨくんとケンタくんのあの YouTube 見ながら質問ちょっと考えてんすよ俺。なんかいろいろフォワードはやっぱそうやって準備してくるの。あ、すぐもうなんか準備してきて。ケンタがやっぱ NG ないじゃないですか。ないね。全部包み隠さず答えでしょ。全然俺だって編集してたら全部エロ動画ももう見てるのバレてるしね。エロ動画見るでしょ。でもさ、俺32歳やん、はい、32歳の男の人でもって言ったらまあ子供とかいるような年齢や。うん、いやな、自分のお父さんエロ動画見てる。そのまあお父さんになってたらね。まあね、うん、なってでも見てるやろ、那須さんとか。そうっすね、確かに。那須さんは見てる、絶対見てる。見てるよな、那須さんは見てる。今日なんか一さんに頻度高いなみたいな、なんか更新頻度高いのみたいな。どっちやな、いや別にいいんじゃないですか、大丈夫なやつ、うん、怪我してて暇なんかって思われてるぐらいじゃないですか。そうやったらいいねんけどね。もうちょっと集中しろよっていうメッセージ入ってたんかなと。3日に1回ぐらいですとかって言って。鳥取からガンバそのまま泊まったじゃないですか、うん、その時、鳥取のホテルでミーティングして、試合のあれかスカウティングかなんかミーティングやった時に、はいはい、iPad でやるじゃないですか、石さん、うん、そしたら iPad の上からシュンってあのぼっち J リーガーのって YouTube の通知来たんすけど。爆笑。みんなえっみたいになって、イッサン多分気づいてないんですよ普通に。多分えそん時なんかここがこうやなみたいな言ってたから、イッサン多分気づいてないんですけど、俺とか普通にえっとか言って、それイッサン今日言われてん、それなんすか、え通知が、あそう言ったんすよ俺が、この間ミーティングの時イッサン通知出るの気づいてないっしょって言って、イッサンに言って、あ気づいてなかったんや、多分気づいてなかったんじゃないですか。イッサンも結構意図的にやりそうやもんな、そういうの笑い、ちょっと笑いと、ああありますね、ありますね、確かに。でも分からん、ね、今日のはちょっとどっちかな、3日ちょっと早かったから。いや関係ないっしょ、そんな考えてんのかな、分かんない。イッサン本当分かんないっすよね、分かんない。最高です。俺は何も言ってないっす。え？じゃあこれから始めます。まだ始まってなかったっすか。30分近く喋ってますけど、まだほぼほぼ使えるとこなかったっす、ね、使えるとこなかったね。言うと今はじゃあ彼女おらん。彼女いますよ。うん、それ公表していい？別に大丈夫っす。かっこいいな。いや別にかっこいい、隠すことでもないですから。それによって被害を及ぶようなことはなんかない？いっぱいあります。それがあかん。これは使えるやん。ああそうですね、今のぐらいはね、はいはいはい、まあまあ冗談冗談、はい、冗談冗談ですよ、冗談ですよ、はい、冗談ですよって寒いな。なんかなんかほんまのこといっぱいあるのに。うん、そうなんですよね。よくないよそれは。よくないよそれは。健太くんよくない。それを聞く人は、うん、え本当なのって思っちゃうじゃないですか。ああ、そっかそっか、あ本当だけどみたいな反応もやめて。こいつ必死でやってるわみたいな反応もやめましょうって。そうあれこれ俺下げすむ回でしたっけ、違います、上げて上げて明日点取ってもらうっていう回。そうですね、脇汗かいてきたわマジで。
T シャツいる？あ、大丈夫です。大丈夫です。今は3試合連続、はい、得点、はい、どういうお気持ちなんですか、ね、どういうお気持ち。でもなんか、まあ、3試合連続まで来たら多分結構次決めたら4試合連続ってなるし、周りもそうなるじゃないですか、うん、って言われるんですよ。結構4試合連続ゴール期待してますみたいな、はいはい、言われるんですけど、なんかそれを思ってたら多分点取れないなって思うから、わかんない、そのもう行ったことないとこ行ってるから、3試合連続と決めたことないから領域的に、そう、わかんないから、でなんかそれ意識しちゃうと多分決めれないから。でもなんか本当にモリスさんとか帰ってきたら、うん、本当結果出し続けないとスタメンじゃなくなるし多分、うん、って思ってるから、俺はだから点決めることで自分の価値上げれるじゃないけどって思ってるから、本当もう本当明日の試合、うん、点決めて、でまた次の試合も点決めて、それの積み重ねで何試合連続ゴールってなれば一番理想かなっていう、かっこいいこと言っちゃってますけどそんな大丈夫です。あ、大丈夫です望んでたことそれ翼ちょっとかっこいいこと言っちゃってますけど、うん、え、健太くんはフォワードいつからいつですか？フォワード？うん、フォワード歴。え、入団した2008年から6年か、うん、おお、結構長いですね。だからそれも一応入れてんすよ、そのサイドバックになったきっかけはとか入れてんすよ、ちゃんと真面目な質問、ま、ガチで言っていいですか？はい、ガチで。あの、あれやん、健太さんの、長谷川健太さんが、はいはい、グアムキャンプで怪我人多すぎて、はい、やるやつおらんから、はい、やってくれるそっから。あのでもね、自分でもうなんかこうサイドバックになりそうやなって予言してて。え、そうなんすか？予言ではないね、予言ではない、予言ではないけど、あの予感的な、予感、予知してた。あ、そう、だから、びっくりせえへんかったし、はい来たって感じで、もうなんかもうこうなんていうの、フォワードのメンツ見るやん。あー、はい、シーズン始まるときにこう、はいはいはい、無理やなと思ってでなんかサイドバック見たらちょっと右おらんなと思ったやん、はい、その時でジェソク、オジェソクが入っていたけど、はい、なんか左みたいなこと聞いてて、右もできますみたいな感じで、いつもやったらこの右にあと2人ぐらいおんねんけど、あ、それが折れへんかったから、これ折れちゃうかなとかと思ってたら、ほんまに、ほんまにされた。すごっ、そっからっすね。何も言ってないんやけどね。え、今プロ何年目ですか？分からん2か3か3か、2か3。じゃあもう今半分ぐらいはフォワードで、半分ぐらいサイドバックでやってるってことですか？ほんまやね。一番最初健太くん温泉連れてくれてましたもんね、覚えてます？連れてったわけだよね、まあ、行くみたいな感じで一緒に行って、ブチくんと3人喋ったっす。結構めっちゃやっぱ遺跡って緊張するじゃないですか、しかも夏の遺跡って、うん、だからもう出来上がってるじゃないですか関係性。その中でやっぱ誰につくかとかも大事じゃないですか。実際変な人についたら終わりじゃないですか。ついてないやん。え、そうっすよ、ついてないつかなくてよかったなってでもコテ君からちょいちょい聞いてたから、あー、コテから聞く俺は怖いって、うん、サイコパスっていうのは聞いてましたけどこの間コテ君誕生日で、うん、でなんかツイッターがタグ J リーグのアカウントに多分タグ付けみたいなされてて、で、コテカのツイッター見てて、でも全然投稿してないですよ、最近とか、はいはい、で昔とかどんな投稿してんのかなと思って、結構健太くんいましたよ。あ、そう、あ、こんな仲良かったなと思って。前と後ろやったしね。あ、そうっすね。言ってましたよ、サイコパス星原扱えるの多分俺ぐらいしかいないって言って俺の話はいいねまあそれはね、またおいおい、うん、まあ、俺は質問考えてるんで、ちょっとそれはまた最後に。そうだね、ぶつけますね。じゃあ何でも聞いて、別に NG ないし、 NG ないっすもんね、カットもしないし、長い髪の毛も NG まだ言ってるやん自分から言ってるやん気に入っちゃったそうですね、健太くんはもうほんと僕一匹狼ですって自分から言ってるみたいな分かりますそんなイメージ、そんなイメージ、僕一匹狼ですって自分、別に一匹狼でもって言われても何とも思いません、僕はみたいな、あ、むしろなろうとしてますみたいなイメージです俺は。マジでそんな俺なんかこうはぐれようとしてる？いや、はぐれようとしてるってか別にはぐれてもいいよみたいな、あ、うん、別にそんな無理に誘わんとってみたいな、
別にいかんしみたいな。どの辺でそれ感じた？え、どの辺でってどういうことですか？例えばなんかそういう出来事があるからそう思う。いや出来事はでもあれじゃないですか、ずっと若い人と絡んでるじゃないですか、健太くんって。あその同世代とか、はいはい、上の人とか、まあ行く時もあるけどその誘われて、うん、でもそのほんと若道行ってるなって感じ、もうみんなに合わせる感じないじゃないですか別に、うん、そんなこともないんだけど難しい本当に。でもまだいねえじゃんその時一緒にいたい人といてるなて、そうそうそう、もう好きなように生きてるなって感じ本当。それ龍斗くんも自由だけど健太くんも自由って感じ。龍斗はでも気使えるもん、ね、気使いめっちゃ気使える、使えないで言ったら多分めっちゃ使いいいだね。そう使っちゃってる、悪く言ったら、よく言ったら使ってるって感じ。だからいい人なんで。そう龍斗くんは本当なんかもう本当いい人っすね、うん、嫌いっていう人あんま会ったことないっすもんね。いないっしょ。いないよね。あのジュナさんぐらいやろ嫁なんで嫁が嫌ってるの。靴下一緒っすね。ユニクロか GU どっちかっしょ。一緒や、ほんまに一緒や。しかもなんか汚れ具合もちょっとなんかいや俺言ったけどこれ3年履いてる。マジっすか。俺多分1年も履いてないっす。まだ勝った負けたわ。まだまだっすわ。なのにあんまり確かに勝てないでしょ。すごいっすね。相当大事にしてんだな1年。俺1年ごめん1年持ったんかい。どこで強がってる嘘でしょ脇汗めっちゃかいてるけどな。マジでそらサイコパスの隣にしたい。やほんと脇汗かいてるそのコーヒーバーンかけられるかもしれない。そんな平気でだってあんま取れたくないとか言いながら編集してそうだな。あの編集し終わった動画見た時に分かるやろな。あ分かるっすね。その俺の性格っていう。あ確かに、どこ切っててどこ切ってないとか、うん、めっちゃ俺が損するとこで切ってる翼のこと何も考えてないような編集の仕方してるかもしれない。聞いてもな。でも調子いいっていうのはねこう伝えたいよ。あファンの人ファンの人っていうよりかはもうトリニータの人に伝えたい。トリニータ、まあ、翼今めっちゃ調子いいですよ。ありがとうございます。調子いいです。そう完全今完全です。はい。じゃあもうバックあるんじゃん。バックないっすね翼的に。はい翼的にってかまあなんか誰がどう見てもすごいなマジ成長してんなってもしなったらその時にもし声かけられたら帰れるような選手になりたいっすけど、でもなんか俺あれなんすよね、あのいつか必ず帰ってこれるように頑張りますっていうの好きじゃないっすよ。あなんか見ててコメントとかなんかその金いいとこに行きますって次のチームに金いいとこに行くのはもちろんっすけど何のためにサッカーやってんのって。それはこれからの人生、今の人生楽しく生きる、これからの人生楽しく生きるためなんで、もちろん金大事っす。金一番それは嘘っすけどね嘘じゃないやろでもなんかその藤枝に移籍完全移籍するのに、うん、そのいつか大分に帰ってくれるように頑張りますって。まあね、なんか失礼じゃないですか今のチームにも。失礼だし、ね、そうだからそれはなんかあんまり考えてないというか帰りたいとも思ってないですよ、ね、あれか。でも俺健太くんの YouTube 見ててやっぱいいなと思ったのは、多分その YouTube とかやる人って、うん、ゲラな方がいいんすよ。健太くんって、うん、声出して笑うじゃないですか、わ、うん、かります。だからそんな面白くなくても面白く感じるほらほらその笑いがねそう爆笑してもそんな声出ないですよ。はいはいはい、わかります。なんか顔だけ笑ってるみたいな。顔は多分笑ってるんですけど、うん、声出ないから。でも健太くんの笑いそのフンフンっていうのってつられんすよマジで。あじゃあ笑った方がいいんだ。笑った方が多分面白いです普通に。じゃあ一回笑わんとやってみる。いいっすよ。なんかそのダメになるんかな。健太くんが変なボケ自分でして自分で笑ってる時あるじゃないですか。あれとかも本当変なボケして自分が笑ってなかったら本当に面白くないですよ。ですよ。で俺それ書きました、ね。じゃあ分析されてるな。苦手やな。メモに書きました。あそれ。ゲラ健太くんはゲラだからいいって書いてたです。テクニックや。そうテクニックっす。俺意図的かもしれない。それだったら本当にサイコパスです。可能性ありますからね。何聞こう。じゃあ俺つばさんに何聞こう。好きな食べ物。好きな食べ物。誰が得するんですか。結構あのプロフィールとかで3試合で連続点決めれてるじゃん。はい。で今何食ってんのかなとかさ。えマジで適当っ
適当、本当にこだわりないっすよ、食とかも。でもあの米とパンは食べへん。でも試合の、うん、でも前日も食うもんないから別に、あだから食ってますよ米は。パンは食わないっすけど、うんうんうん、リラックス方法はね、言える範囲でな。リラックス方法っすか。で、ね、あー、はい、イエーと絶対無理使わんとってそれキヨと一緒やん、もうNG の箇所キヨと一緒やん。そうなんすよ、俺試合のこと考えちゃうと寝れなかったりするんですよ。意外と繊細。そうだからサッカーのこと考えると寝れないんですよ俺。結構なんか多分興奮しちゃってんすかね。なんか明日自分が点取るとかそういうイメージして寝るとずっとサッカーしてるから、いい興奮やね。そうでもこう興奮して、うん、その自分でイメージしてっすよ、うん、っていうのとかを想像してたら全然寝れないんすよ。だからその本当にあの本当にあれなんですけど、うん、だからまあそういうことを考えて寝るのが一番寝れるんすよ俺。あのちょっとエッチなこと考えて寝るのがあの方が心が一旦、はい、多分それをちょっと想像してたらいつの間にか寝てるみたいな。サッカーのこと想像してたらいつの間にか寝てるからないんすよほぼ。ちょっとエッチなこと想像して寝るのはあるあるっすね。あまあリラックス方法としてね、はい、これはもうじゃあ今のね高3、うん、高2高3ぐらいの選手はそうっすね参考にしてほしいよ。ちょっと高2高3だともしかしたら寝れなくなっちゃうかもしれないですけどね。あ興奮そんなレベルのことを。じゃあそれはちょっと語弊ありますね。ちょっとまあちょっとなんかちょっとエッチやろ。ちょっとエッチドラゴンボールのそう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 ブルマが出てきたぐらいの感じ。そう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 あれ、ね、寝れる一応これはこだわってやってますせみたいなのある。なんかこう何にもない。何もない何もないっていうのがじゃあこだわり。そうほんなんかそれ絶対聞かれるなと思ってたんですよ俺、うん、ケンタ君の YouTube 見てて。でなんかケンタ君ルーティーン結構あるでしょ。ない。あるか。あります。で俺ルーティーン包丁研ぐ。え本当にやばマジっすか。えいやいや嘘かい。そうです。で俺はなんかそのってことにしてる。うわ、こうどっちか分からん。それが一番嫌。それが大分出身の人で、うん、車椅子マラソンの有名な人がいるんですよ、うん、で高校生の時かなんかになんかその多分トリニータのユースの時かなんかに講演みたいなをなんかその受けたんですよみんなで。その人はもうルーティーンがないって言ってたんですよ、うんうん、でなんかその人はそのルーティーン作っててそのルーティーンがもし忘れちゃってたとか、うんうん、できない状況とかの時にそのルーティンができてないことにすごくこう不安になるとか、うん、なるっていうのを聞いてそっからあもうルーティンとか作らん方がいいなと思って、はい、なんかもう何にもないっす。ルーティンとか験担ぎとかしないのがルーティンみたいな。ルーティン作る人はあのいつも一緒のことしててパワー出せるっていうよりかはいつも一緒のことしてて調子悪かったらその普段の生活のせいじゃないって思えるかららしい。あ、そういうことっすか。そっちらしい。だから、いつも一緒の生活してたらコンディションはいつも一緒のはずやん。はいはいはい、でも調子悪かったってことはこうサッカーのせいにできるかららしい。ああそうなんすか。だから生活のせいっていうのをこう取り除きたいというか、今回じゃカップラーメン食べたからあの世のせいかなって思っちゃいたくないっていう。そう、だから結局だからそれをどっちかなんやろな。そういう普段やらん人もそれのせいって思いたくないとか日頃の行いのせいじゃないってことっすよね。そう。でも俺は包丁とくそれ何の目的ですか。前日にわざわざ包丁とぐの。いややっぱ研いでないと不安っていうか、はい、不安あ研いでなかったからかなって思ってるやんルーティーンそれ研がなかったからかな。いや完全そっちのせいにしてるやん。バナった時に研いでてん、あの時は俺。え、そうなんすか。なった時は。ああなんでやってますよ、ずっと思っちゃってるよ。そっちのせいじゃないじゃないですか。心裸にされてるわ。心裸にされてる完全にここ使うな、絶対。髪の毛大きい、長い髪の毛。もっと俺みたいなやつじゃなくて有名人とかね、普通にガンバの選手とか。そうそう言うなそう言うな。逆にケンタ君とかだって言ったらエリートじゃないですか、うん、ガンバ行って6年間もガンバいて
俺に足りなかったとこなんかなって考えたらなんすか、ケンタ君。ここもっとこうしとけば上行けたなって思うとことかあります？俺一番思ってんのはやっぱあと10本研いどけば研ぎが足りん。うわくそ、俺の質問マジ本当のやつ引き出せると思ったら全然引き出せん。うわむずいな、やっぱ質問する側ってここでボケてくるか関西人あんな真剣なこと言ってたのに。あと10本ここに長い髪が、髪の毛の方包丁と髪の両方、両方大事、両方あれば。そうやっぱ それをこう積み上げれるかどうかじゃん。なんかこう一本でいいや、次の日まあいっかっていうのの積み重ねや、この13年間。あ1本、次は2本、次は3本って計画的にこうこの十何年間を計算してこう積み上げれたかっていうのは結構ちょっとうまい今のはちょっとガチなね。そうちょっとでも包丁と髪の毛想像しちゃってますけどそれを違うことに捉えるとそうってことですもんね。そうやっぱこう未来見ちゃったら、うん、果てしないし、はい、あどうしようみたいな、もうやっても無駄やろって思うんだけど、一日一日ちょっとこう目標達成していってたらもしかしたらもう、まあでもさスポーツ選手は毛があるからね。そうっすね、そこっすね。確かにそれは多分そのしたくても積み上げれないとかっていうのはあるかもしれない、人によっちゃ。確かに健太くん毛が多いっすもんね。でも怪我もちょっと思うけど、あ怪我した俺ついてないっていうよりかはもう怪我するからだっていうのを受け入れない。言ってましたね YouTube で。だから矢田さん怪我せえへんや、うん、割とあんな感じやけど、うん、もうそれはでも個体っていうか、うん、個体値がもうそういう、うん、分からん、 もっと努力したらなくなるかもしれんけど。そうっすね。でもそうっすね。だって多分違うね、人とは違う、違いますね。それはあの人が言ってるやつやったところで、はい、やってみんのよ。でも一応全部やんねん、うん、だってあれっしょ、翔太君もミツさんの筋トレやってみたんじゃないですか。その話してます。だからミツさんガンガンやるっしょ、あの人めっちゃ筋トレすごいじゃないですか。それなんか翔太君やってみたらちょっとなんかどっか痛めたみたいな、あいつは弱えよって言ってたらしいっすね。そうそうだ、そういうもんじゃないの。そう翔太は翔太で自分の、うん、そうっすね、そうやらなかった。あでもそれも、まあ、怪我したとしてもこう積み上げれるかちゃう。ああなるほどね。そうだ、より怪我しない体を作るために本当一個の積み重ねで、もしかしたらそれをちゃんと積み重ねてたらこの怪我はなかったかもなってもあるかもしれないですもんね。そうそこでこう、そうっすね、やめへんっていうか、うん、でも本当なんか俺最近、まあ、まだまだ今5年目かプロ5年目だけど、うん、怪我しないことって本当大事だなって思ってきたっす。今怪我してる健太君に言うのなんですけど、一番大事だ、大事っすよね、うん、本当に。だって本当極端な話、みんなが怪我して自分で怪我してなかったら絶対試合出れるじゃないですか、うん、だから本当怪我しないことって本当大事やなって超思いました。巡ってくるよ、チャンス。そうマジで思ったっす、それは。まあ怪我してしたくないけどしちゃうもんやから、うん、そうですね、した時どういう気持ちでおるかやな。あそう、その気持ちでやってて怪我した時結構辛いやん、うん、なんか確かに、うわせっかくこう、うん、またなくなったみたいな。えどうだったんですか、健太くんは。だって実際今回アシストして、まあチャンスが巡ってきそうな時に怪我したわけじゃないですか。じゃ引き出そうとしてくるの。そん時はそん時は健太くんのメンタル的にはどうだったんですか、怪我した瞬間っていうか。いや瞬間はショック、瞬間はやっぱショックっすか、うん、いつ切り替え出たんすか、切り替え出てます、実際のとこ。ちょっと微妙かもしれない。全然あかんやん全然あかんやん、全然積み重ねれてないやん。まあでもガチで言っていい、はい、ガチガチな話、ガチで、はい、もうほんまにこう感じひんね辛いとか。え？もうその日、うん、家帰ってきたらよしじゃあもう休もうかって感じ。ああ、そうなんすか。今となったら、まあ昔はそういうの感じてたけどってことですか、怪我して感じてたから。ああ、けどもう怪我、もう自分が怪我しちゃう体ってもう
分かってるから、あこのタイミングで来ちゃったかぐらいしか思ってないってことですか。でも結局時間しかないじゃん、もうその、うん、なんていうの、こう怪我が治るか治れへんかって、こうあだこうだあるけど、こう治療、はいはいはい、あそこ行くとか、はい、あの人がすごいとかさ、はい、なんか食べ物これがいいとか、いっぱいあるけど、もうその時間がギュッて狭まることなんてほとんどないですね、はい、ほとんど気合の問題というか、その確かにね、例えば前十字を6ヶ月で復帰したって、これもうほとんど俺気合やと思うんだなんかいやあるで、あま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 あ、いろんなサポートもあるし、はいはい、なんか、はい、すごい人とか、すごい理論とかありますよね。あるけど、はい、でも6ヶ月で復帰しても試合に出させてくれるような選手だったとか、ああそうっすね、周りもそれパフォーマンス低くても使わせてあげたとか、なんかそういう周りとの兼ね合いでもあると思うんです、それは、はい、でも結局傷が治るか治らんかなんてもうなんていうの、時間しかないと思うって考えたら、もうなんかこう無駄やなっていう、そのごちゃごちゃ考えてんの、うん、っていうのがこう心から本当に何ていうの思うようになった、うん、割と一昨年ぐらいかな。それまでは結構やっぱでも試合出てる時は辛いのよ。あこうそうっすね、常にスタメンで出てる時とかって焦るやん。あそうっすね、やばいやばいやばいみたいな。えそういう時とか、その自分が今開き直れる前は、うん、自分の代わりに出てた人が、うん、いいプレーすんなとか思ってたんすか。そのために包丁研いでんの俺なんかここで回収するのすごい、うん、そのためにそのために包丁研いでも、だからもうそういうのも無駄やなって思っていたから、研ぐ回数も減ってきたかもしれない。あじゃあもうこの先もしかしたら研いでないかもしれないってことですか。それはな、ないかな、積み上げなくなるし、積み上げなくなるんかめちゃくちゃなんてなくなるしどれにかかっていっても変なところでボケるからめちゃくちゃなっちゃったな。くそ、いい話してんのにな、せっかく。ちょっと今回真面目な回にでももしかしたら真面目な回全部自分の、あ、うん、こんな真面目な YouTube 思んないと全部切ってる可能性ある全部使ってるかもしれない逆にちょっと改心しようとか言って、そう、まあ、ありきたりっすけど、うん、今まで練習試合とか試合とか、まあ、チームメイトでも一番この人すごいなって思う選手います。ヤットさん、いや衝撃的やったんはマグノアウエス。大分いましたもんね、うん、なんかなんて言ったんやろな、その頑張って結構判断の、うん、判断大事にするっていうか、うん、サッカーをそうですね、サッカー的に、だからそのまあなんかなんていうの、仕掛けるとかさ、うんうん、強気に仕掛けろとかさ、なんかこうまあまあそれも大事やねんけど、あ、まあコーナーキック取るとかさ、あそういう概念あんまない、あまあ分からん、俺が感じる、あだから例えばクロス上げんのも捨てクロスみたいな上げんのやったらやり直せとか、こうもっと確実にいけるふうに、じゃあ 2-1 は絶対崩せとかさ、うんなんかそのドリブルは必要あんのかとか、うん、っていうようなこうなんかこう、あ来たからやめるとか、うん、なんかそうですね、そういう判断判断すごい大事ですね、はい、でやっぱで外人って一人で行っちゃったりする、そうですね、はい、でなんかこうすっげえやついるじゃん、でそれでも行けちゃったりするやん、なんか能力で、はい、とかって両方あって、そのあそうなんすか、それがなんかすごいなんかちょっとこう他のところから来たような、まあ他の国から来たような人間とか、まあ他のチームから来た日本人の選手とか、でもなかなかそのガンバのそういう、うん、まあ独特というかそういう価値観みたいな合わせるの難しいねんけど、もう本当この時はこうするってっていうのがすごいパーフェクトにできる、守備はせえへんで、攻撃だけに関してはほんとこうもらうタイミングとか、うまいんですか足元も。うまいんだよ。あそうなんですか。もうほんで無駄なことしないの。へ、外国人の人ってこう結構もう自分でやろうとして、そうですねそうですね、ぐちゃぐちゃ関係なく言ったりとかあるけど、
もうほんとパーフェクトなぐらいに見えた俺。へー、判断がそのなのに、なんかそれだけじゃないっていうか、もうじゃあアタッキングサード入ったらもう自分でも勝負できるし、かといってこう判断の悪い仕掛けはしないっていうか、使った方がいい時使うし、もうすごいなって思う。本当だからサッカーがお手本っていうか、そう能力もあって判断もできて上手くてみたいな。だからもうミーティングで出てきても大体正解してるみたいな感じってことですよ。絶対無理やなって思った。こいつに勝つのはってことですか。これを真似するのは絶対無理。ああ真似する。俺はもうどっちかって言ったらもうあんまなんていうの、体力で走り回るかっていう風なキャラでしかも無理やな。これを真似、こんな綺麗にサッカーするのは無理やなってこと。そうなの。綺麗なのよ、だから当たることがないなんか。当たる前にポンってはたくし。え、足も速いんすよね。速いのよ、それが。体も強いんですか。ジャンプもすごいのよ。だから体が強いか強くないかっていうような場面になんないんだから、もう起点にやったら前向きなやつポンってはたくし、で、変な角度から来たやつはクッてこう持ち出したりとか、当たることがないっていうか人と、これってほんまに無駄のない作戦やなみたいな風に見えた。10歳になってないですか。そんな目線でサッカー見たことないじゃないですか。その時はね、やっぱマグの点取ったみたいな感じでしたもん俺。大分の時とかさ試合見に行ってたけど、で多分余計やと思う。あのガンバ来てその周りうまいやん。あでこう思ったタイミングでボール来るし、そのタイミングで出せる、まあ、二川さんとかいたし、余計にこう際立ったね、そういうような、多分もっとあの荒削りやったんちゃう、大分いる時は多分自分でって感じやったんちゃう。分かんないけど、なんかジャンプもビヨーンってするし、ガリガリなの体が。で、なんか細いイメージありますけど、細いんやけど、もうかんなんかもう、ほんと合気道みたいなね。へー、なんか、家長くんとかもそうや、なんかあちょっとあの人、体幹強いとかなんかって言われるけど、ほんとペラペラなのこの辺。そうなんすか。うん、でもまあこの辺ごついけど、でもなんかこのごつさでやってるっていうよりかは、もうトンって当たるタイミングとか、なんかボール置く場所とか、もうそういうのでこうヒラヒラしてる。へえ、そうなんだ、意外だったな。それ、あ、これがサッカー上手い人なんやなって思った、うん。じゃあ健太くんが筋トレはあんまりしたくないっていうのはそういうところから来てんすか。でも全然俺タイプ違うねん。筋トレし、そんな無理にする必要はないって思ってる派じゃないですか。まあね、あの昔めっちゃやったから。あ、そうなんすね。昔めっちゃやって、あの故障だらけやったからさ。あ、それからやね。だからポジション変わったのもあるな。あ、もうちょっとなんつうのゴリッとしてたかも。フォワードやってたけど。ああ、そうなんすね。俺の質問は終わり、なくなりました。結構でも今日自分のこと喋ってるっしょ、健太くん。だいぶ気持ちよく、気持ちよく引き出されていや思ったんですよ、だから YouTube 見ててあんま健太くんのこと分かんねえなと思って、その人には質問してるけど、あ、まあ、キャラクターは分かるけど。じゃあ今回ゲスト俺でいいか。ゲスト健太くんじゃないですか。MC 俺。MC で俺のことほぼほぼ話しないっすよ。ほぼほぼ調子いいのにないそれで呼ばれてんのに。でなんかそのやっぱ上の人の経験聞くの楽しいっすよ俺は。あ、なんか自分のためにもなるし、うん、その別にならないこともあるけど、その中でなんかなることあったらすげえなって思って、自分の経験になるじゃないですか、すげえ。それは楽しいっすよ。今日の包丁の話どうやった。包丁の話はマジで切り捨てます、あれ。包丁だけに。包丁だけに。熊本戦の前日ですか、撮ってるんですけど、まあ、これで決めれなかったら、ほんと、健太くんのせいっていうことで、4試合連続ゴール目指して、頑張ります。はい、頑張って。はい、関節キス。これです。うわ、おしゃれ。戻ってくるんかい。